バケツ畑です。特徴はこのここね。それとすごいうまいやつ、あ、落ちちゃった。もったいないか、これももらう。こんなでかくなるんですね。これももらっていきます。出てるのは出てたんだこれ。何これ、お前これ落ちた。これ売ってるやつだね。うん、これ虫入ってない。 ちっちゃいのお前、これちょっと虫入ってそうだね。うん、これいいか、これうわ、これアイコある。トゲミラクサ、ミラクサパニパニ。これ全部やちだもの、やちだもの、ってかあれなんだっけ、ハルニレの木です。ハルニレの葉っぱ、ちょっとどんな感じか、ちょっとこれがハルニレの葉っぱ。そんなね、形はそこまでないね。どうな、あー、どうなんていうんだろう、楕円型っていうかね。枝が、幹はこんな感じ。すごいね。すごい。この間あのちっちゃい粒だったのにな。4日前ぐらいですね。本当の粒だったよな。うん、すごいっすね、これ。あっという間に。もう業者になってる。マジやったら本当ハマるからって。そうだね。どう、ハマった？楽しいけど。やっぱね、美味しいものはね、こうやって、炭で焼いて食べるのが一番うまいです。生だった。でもうめえやん。うわぁ、すごいですね。これを今から焼くんで。うん、蒸し焼きで。ちょっと、バターもちょっと、宣伝して。バター、これ、猿払村の、ね、バターらしいので、すごい美味しい工場ですから。醤油、醤油、醤油垂らすだけで。うん、少しでいいの。うわぁ、うまそう。食べてみなさい。いや、俺が食べるか、じゃあ。何、毒味すれってか。いやいや、キノコ初心者は困るなぁ。味見せなくても逆に恨まれるぞ、焼き肉やがってって。いただきます。うん、やばい。いや、早い。